野生動物との親密な関係を推奨しないが、何事も例外があり、危険と思われる生き物が、人間にとって最も素晴らしい仲間になることもあるのだった。男性は狼との驚くべき出会いの後、内なる導きに従うことを選んだ。狼のその後の行動は、従来の常識を覆し、この種族を超えた友情の非凡さを証明していた。この物語の舞台は、ロシアの人里離れた村であります。周囲の田園地帯は狼の領域であり、その存在は地元の人々に知られ、敬遠されてきた。歴史的に、狼は時折村人を脅かす存在となり、何度か襲われたこともあった。親たちはよく子供たちに森の奥の道の危険について警告し、夕暮れ時に一人で外出しないように、また晴れた日でも安全のために集団で移動するようにと定めた。しかし、狼に対する恐怖や敵意を誰もが共有していたわけではなく、狼をユニークな富の源とみなす人々もいた。このような別の視点は狼の価値を理解し、活用する様々な方法を反映していた。特に、この地域では自然生態系のバランスを維持するための一連の狩猟規制が実施されており、狼のような野生動物の狩猟を厳しく制限していた。たとえ毛皮やその他の部位が市場で高く評価されたとしても、人間の娯楽目的や物欲のためだけに絶滅の危機に瀕することがないようにしているのだった。これらの法律は、野生生物の保護を重視し、人間と自然の共存に調和を見出そうとしていることを反映していた。しかし残念なことに、法律があるにもかかわらず、この地域では規制を全く無視して、私利私欲のために不法に狼を狩る密猟者が依然として後を絶たなかった。その中で、特徴的な毛色を持つ狼は毛皮の市場価値が高いため、密猟の標的になりやすく、特定の個体群の絶滅の危機を悪化させていた。狼が自衛のため、あるいは縄張り争いのために人間を襲うことがあることを考えれば、彼らが直面している存亡の危機はそれほど驚くべきことではないかもしれなかった。ある日、合法的な許可証を持つ地元の漁師が、村外れの森をイノシシを狩るために移動していた。イノシシはこの地域の漁師にとって一般的な狩猟対象であり、違法狩猟の脅威にさらされている狼とは異なり、同じように危険であるにもかかわらず、大量に狩猟されることはなかった。この経験豊かな漁師は鬱蒼とした森の中を移動するには、慎重さと絶え間ない警戒が必要であることを知り、このような自然環境では野生動物の出現は常に予期せぬものであり、警戒を怠らず、いかなる状況にも対応できるようにしておく必要があるからだった。通常、森の生き物は外部からの音を感知すると、直接の脅威を感じて自分の領域を守らなければならない場合を除き、そのほとんどが逃げることを選んでいた。この漁師は、季節の変わり目に野生動物とのスリリングな出会いを何度も経験していた。彼は森の中を非常に目立たないように移動しており、木々の間をじりじりと進んでいき、やがて、前方から人だかりの音がかすかに聞こえてきた。彼が近づくにつれ、群衆の喧騒が突然静まり、みんなの注意が同じ焦点に集まった。立ち止まって静まり返った群衆の中に入ると、彼は胸に不吉な予感を感じずにはいられなかった。そっと尋ねようとしたが、誰も反応せず、まるで巨大なイノシシにロックオンされているかのように、誰もが彫像のようにその場にじっとしていた。心臓に忍び寄る恐怖を感じながらも、勇気を振り絞ってさらに数歩前進し、その瞬間、狩人たちが狙っていたのはイノシシではなく、狼の群れだった。漁師ははっと気がつき、彼らは誰一人として合法的な許可証を持っておらず、密猟者は狼猟の禁止を無視していることは明らかだった。さらに彼を驚かせたのは彼らが恐怖を微塵も感じさせないだけでなく、狼との危険な対決の真っ只中に巻き込まれたという事実に気づかず、異常なほど集中していたことだった。漁師が密猟者たちを止めようと声を上げようとしたその時、突然銃声が静寂を破り、膠着状態を打破した。漁師が遠くを見やると、狼の中に珍しい経路が見えた。銃声は森の静けさを切り裂く鋭い刃物のようで、パニックに陥った狼たちはすぐに散らばって逃げ、密猟者たちも狼たちを追いかけた。このままでは狼たちが絶望的な状況に追い込まれ、狩られてしまうと心配した漁師は仲裁に入るつもりで、狼たちの後を追って小さな空き地に入ることにした。ところが驚いたことに、密猟者たちは追跡を続けず、立ち止まってしまった。狼たちは逃げようとして凍った湖に飛び込み、その重みで湖が割れ始め、一瞬にして氷が崩れ、骨まで凍るような水の中に一匹ずつ落ちていったのだった。この氷と雪の厳しい世界で、脆い氷の上に出る危険を冒したくないらしく、密猟者たちは引き返す決断を下し、それ以上の追跡を断念した。漁師は狼を生死の瀬戸際まで追い込んでおきながら、
彼らを見捨てて立ち去るという密漁者たちの冷酷な行動にショックを受けた。密漁者たちは去ったが、漁師は罪のない命を見て見ぬふりをすることができず、断固としてとどまることを選んだ。彼はしゃがみ込み、氷をスケートボード代わりにして、狼が水に落ちた裂け目に向かって慎重に忍び寄った。勇気と技術を持って狼を一匹ずつ掴み、安全な場所まで引きずり戻そうと奮闘した。その瞬間、アドレナリンに突き動かされたのか、彼は身の危険を顧みることなく救助活動に没頭していた。湖のいてつくような冷たい水と、いつ戻ってくるかわからない密漁者という二重の危険にさらされていることに気づかず、すべての狼が無事に救出された後、彼はゆっくりと立ち上がり、高い警戒心を保って待機した。狼たちが凍った水を体から振り落としながら、漁師は神経質に反撃の可能性を備えたが、その後の光景は予想をはるかに超えていた。狼たちはやがて静かに背を向け、その光景は彼にとって奇跡的としか言いようがなかった。おそらく狼たちは漁師の勇敢で慈悲深い心を見抜いて、彼を許し、危害を加えないことを選んだのだろう。この思いがけない出会いに感動した漁師はゆっくりと森を出て帰路につき、そして心の中でこの出会いは終わったと思ったが、それは彼らが結ばれるための序章に過ぎなかったとは知る由もなかった。その後、狩りに出かけた時、漁師は今まで経験したことのない奇妙な感覚に包まれ、自分が監視され、追跡されていることを強く感じたが、誰の痕跡もつかめなかった。やがて漁師は数週間前に助けの手を差し伸べた狼の群れが、この見えない仲間の存在に気づいた。彼らは言葉では言い表せないような形で、漁師の世界に再び入り込んできたのだった。恐ろしい氷の湖での救出劇の直後、初めて森に戻った漁師は自分が狼たちの次のターゲットになり、静かに尾行されているのだと勘違いし、不安に陥った。恐怖に駆られた彼は狩猟を中断し、一週間後、勇気を振り絞って、見慣れた森に足を踏み入れ、夕方になると村に戻った。今回の森行きも同じような出会いの繰り返しだったが、精神的な葛藤の末、彼はもう狼の再出現から逃げることを選ばなかった。一連の遭遇が偶然の産物であるはずがないこと、狼が本当に危害を加えるつもりなら、とっくに行動していたはずであることが、彼の心に答えが明らかになった。狼はその知性と群れに対する忠誠心で知られており、時折見せる野性味は威圧的ではあるが、穏やかで愛情深い一面を見せることもあるのだった。そんな時、一匹の狼が隠れた木の陰からゆっくりと歩み出し、しっかりとした穏やかな足取りでまっすぐ漁師に向かって歩いてきた。狼は口に物をくわえていたが、漁師から数歩離れると、口にくわえていた物をそっと下ろし、仲間に紛れてゆっくりと後退した。群れ全体は静かに密林の中に退いていき、一人の漁師は、広々とした草むらに佇んでいた。好奇心と一抹の不安を抱きながら、彼はゆっくりと残された物体に近づき、そして目を凝らすと、それは小さなリスの亡骸だった。この光景は狼に関するこれまでの知識を超越し、自然界における複雑で微妙な感情的結びつきや、万物の計り知れない相互関係に気づかせてくれた。漁師は狼たちからのこの贈り物が、単に認知の印であるだけでなく、自分が群れの一員として受け入れられたことの象徴であり、生きるチャンスを与えてくれたことへの深い感謝の表れであることに気づいた。その日以来、漁師は森で信じられないような友人を得たと確信し、森とその生き物を守ることが自分の使命となった。彼は村の住人にメッセージを送り始め、自然環境とそこに住む何千もの生き物を守るよう促し、人間の脅威から狼を守る決意を固めた。漁師は本当の危険は自然界の捕食者ではなく、人間自身にあることを知っていた。世界の支配者である人間には地球とそこに住む生き物を守る責任があり、人々が行動を起こさなければ、私たちの子孫は将来どのような世界に直面するのだろうか。生態系のバランスが崩れ、生命が枯れ果てていく世界は間違いなく誰も見たくない結末であります。だからこそ、行動を起こし、自然と共存する全ての生命を守るために努力することは揺るぎない責任なのであります。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。